ギオーム9世は中世フランス王国の貴族でアキテーヌ公、ポワティエ吐ギオーム8世とブルゴーニュ公、ロベール1世の娘、イルドガルドの子。ギオームド・ポワティエ、奥語ではギエム・デペーチュとも呼ばれる。詩人として知られ、最初のトレバドゥールとも呼ばれる。1071年、ギオーム8世とイルドガルド夫妻の子として誕生。当時のポワティエ家は、 ポワティエガス購入のほか、リムーザンとアングーモワなどを含む、ロワール川からピレネー山脈、トゥールーズ伯領の国境付近にまで及ぶ、フランス国王をしのぐほどの広大な領土を持つ大貴族であり、フランスの3分の一を占めていた。1086年の父の死でこれらを相続したギヨーム9世は、トゥールーズ伯領併合エアシンを燃やす一方で、 リモージュのサンマルシャル修道院で勉強し身につけたラテン語の教養が詩人としての素地を形成した。ギオーム旧姓は年代記作家オルドリック・ビタルが述べているように非常に奔放な性格だったようで、1088年に母方の10枚にあたるアンジューハクフルク4世の娘、エルマンガルドと結婚したが、夫の不死だらな女性関係のせいでエルマンガルドは、 情緒不安定となり3年後の1091年に離婚してしまった。ギオーム9世は1094年にトゥールーズ博ギオーム4世の娘フィリッパと再婚。エルマンガルドも後にブルターニュコアラニ4世と再婚したが、1119年にランスで開かれた教会会議でギオーム9世を不貧困で訴えている。トゥールーズ博領目当ての再婚は1096年に妻、 フィリッパの叔父レイモン4世が第一回十字軍に参加、エルサレムへ向けて出発してトゥールーズを不在にしたことでチャンスが訪れた。フィリッパの継承権を主張して軍をトゥールーズに派遣、1098年に占領したのである。ところが、1100年に十字軍参加者の財産保全を司っていたローマ教皇パスカリス2世から圧力を受けたため、 レーモニ4世の息子ベルトランへ返還せざるを得なかった。これには、義用無休席の心変わりもあり、トゥールーズ奪取のため、第一回十字軍に参加しなかった。彼もエルサレム奪還の知らせを受けて、自分も十字軍に参加したくなったため、トゥールーズ返還後は一転して十字軍の準備に奔走した。第一回十字軍の余波とも言える千百一年の十字軍に参加して、シリアへ遠征し、 この十字軍は全滅に近い負け方をするが、運よく生き残った義王無休生は方法の体でアンティオキア公国に身を寄せた。翌1102年にエルサレムを訪れたが、キロも波乱続きで船が嵐に遭い、アンティオキアへ引き返すアシュケロンの包囲船に参加するといった体験を経て10月29日にポワティエへ帰還した。帰還後も行状は変わらず、 女をたぶらかしたり、持ち前の快活さと基地で十字軍の惨めな体験を、死で語り人々を楽しませるといった振る舞いを見せ、トゥールーズも諦めずダッシュの機会を伺った。ベルトランが父に習い東方へ行き、1112年にトリポリハク国で没したためサイドトゥールーズに侵攻した。ベルトランの弟アルフォンス・ジュルダント11114年に、対決、激しい紫外線の末に、 トゥールーズを占領したが、この状況も長続きせず、1119年に、トゥールーズに残した大官ギオームとモンモーレルが、民衆反乱で、追放、1123年に残った拠点ナルボンヌを、トゥールーズ市民軍に、包囲、落とされたことで、ギオーム旧世の野望は、完全に断たれた。トゥールーズ信仰の苦難だけでなく、アキテーヌ領内の家臣の反乱にも悩まされ、 足に重傷を負う出来事にも合う一方で、レコンキスタにも参加。1120年に、アラゴン王アルフォンソ一世の支援へおもむきく単打の戦いで勝利に貢献している。1126年2月10日、54歳で死去。ポワティエのサンジャンド・モンティエルヌフ修道院に葬られた。トゥールーズ合失敗。1101年十字軍の失敗に見られるように、軍事では有能とは言えないが、 犠牲者としては統治の難しい広大な領土を40年間も秩序を保ち治めたことを評価されている。オルドリック・ビタルラ年代記作家たちからの評価は、別れ、勇敢さえの称賛と、女好きに対する批判が主な評価で、陽気で冗談好きな、憎めない性格を愛されながらも、快楽主義者、同化者、皮肉や、冒涜者、背徳感など、総じて手厳しい評価を下されている。 それだけに、晩年の表変と、教会関係者への土地規信は世間に衝撃を与えた。二度目の妻フィリッパとは、彼女が気丈であったために、たくさんの子を設けるが、1112年頃からシャテルロー、副白皮やモーベルジュ、危険な女と呼ばれたと不倫関係になり、1115年に、ダンジュルーズを、ボアティエの巨城の敷地内のモーベルジョン等に住まわせて、 堂々と通うなど、あまりの仕打ちにフィリッパは、同年に、フォントブロー修道院へこもってしまった。娘の王ディアルドも後を追うように、フォントブロー修道院へ入り、母子は修道院で過ごした。前妻エルマンガルドもこの修道院に入り、ギヨーム九世は、彼女たちを引き取ったロベール・ダルブリッセルと確執を生じることになる。こうした行情の悪さに対して、 地元の司教から2回も波紋を言い渡されているが、1回目などは、司教を殺しかけたほどの騒動を生んだ。2度目のトゥールーズ侵略を図った1114年に、ギオーム9世は、教会の調税特権侵害で、最初の波紋を言い渡されたが、ポアティエ司教が、波紋文を読み上げる最中に、司教の紙を掴んで、剣を振りかざして、あまりを赦免せねば、お前を亡き者にするぞ。 と叫んだ。対する司教は落ち着いて、波紋文を読み上げた後に首を差し出したが、思い直した、ギヨーム旧世は、お前など天国に行かせてなるものかと剣を鞘に収めて、その場は収まったが、司教を捉えて遊兵し、翌115 11年に極死を言い合った。同年、フィリッパにより、ダンジュルーズとの関係が訴えられ再度波紋された際、 宣告したアングレーム司教にも突っかかったが、要が、白夫人を思い切る前に、お前の、その魚子型や頭を串で、カールさせろ。と、神がない司教に、痛烈な皮肉で返し、波紋も無視して、ダンジュルーズとの関係を続けた。1101年の十字軍で生き残りアンティオキアの宮廷へ投留していた時に、アラブの銀融詩人たちから影響を受けたという説があり、 ギオーム旧姓が試作に打ち込んで、トルバドゥールとして姿を現すのは、この十字軍から戻ってきた後のことであるとされる。一方彼の死に、当時イベリア半島のほとんどを支配していたアラブのベルベル人に引っ掛けて自分を述べている箇所があり、このことからイベリア半島のイスラム文化から影響されたのではないかという説もある。晩年は若い頃の行状を改心したか。 中道院に入って過ごしたとされ、それを物語るかのように一辺の経験なしが残されている。晩年の改心を思わせる出来事は、ダルビリッセルの弟子風生狩猟用の土地付近の所領地、オルベス地へお寄進したこと、1117年に二度目の波紋を解かれ、教会と和解したこと、イベリア半島のサンティアゴでコンポステーラへ巡礼したことなどが挙げられる。 これは過励による精神の変化があったと推測され、家族に及んだフォントブロー修道会の熱意が、ギオーム9世にも影響、信仰に目覚めたのでないかとされている。ギオーム9世が残した詩は、晩年の一編を除いて、性格を示すように自由で直接的で、エロチックな改逆に満ちている。四編は、トルバドゥールの詩に、特有の定型化された形を取るが、その詩の内容は、 トルバドゥールの代表的な主題である、形式化された、旧廷愛に対して皮肉る姿が見え、彼以前にすでに多くの、この形の鹿が存在していたことを伺わせる。11編の詩が残されているが、そのうち、曲は、部分的にしか残されていない。二度目の妻フィリッパとの間に二男六女を設けたと、される。他、名前不詳の娘4人のうち1人を、ペリゴール博。 エリーの妻フィリッパ、一人を、シャペルロを復白エメリー一世とダンジュルーズの次男、フェイラ・ビヌーズ領主、ラウルド・フェイの二人目の妻アデラ・イードとする説がある。以下、三子は、愛称、ダンジュルーズとの間に設けたとされる。あまり信頼の置けない、トルバドゥールの電気を集めた、ビダスと呼ばれる表殿には、以下の記載が見られる。孫娘とは、北、フランスにトルベールを生み出すきっかけとなった。 アリエノールダキテーヌのことである。アリエノールは1137年にフランス王類7世と結婚したが離婚。イングランドのヘンリーは1152年にアリエノールと再婚したイングランド王権ノルマンディ皇権、アンジューハクヘンリー2世を指す。二人の息子リチャード1世とジョンは、それぞれイングランドノルマンディアンジュを含んだ、アンジュ,ーンジュー帝国の君主となった。なお、 孫娘アリエノールは二度目の妻フィリッパとの間に、できた息子ギオーム十世と、不倫相手のダンジェルーズがシャテルローに残してきた、夫との娘アイノールとが後に結婚してその間に、できた娘であり、ビダスのノルマンディコウの娘を嫁に持った息子という記述は、明らかな誤りである。ありがとうございます。